東京都知事選に出馬をいたします。日本第一党党首、桜井誠ですえ。先ほどですね、実はあの、記者会見もやっておりまして、えー、まあ、このですね、今の日本の現状を訴えてまいりました。今の日本、とんでもない事態になっております。片や、小池百合子というですね、何の公約も果たさない女。十二の公約。何一つとして公約を果たさなかったにもかかわらず、公約というのは、有権者と、 候補者の契約です。その契約を破棄したような女をマスメディアは一斉に取り上げ、そしてその対抗馬として何の実績もない蓮舫というですね、女を皆さんに紹介しております。今やメディアを見れば、このですね、小池百合子と蓮舫、この二人の争いのように思われる方も多いと思います。一体いつから日本にはですね、民主主義というものがなくなったんでしょうか。こういうことを繰り返している。 そして皆さんも初めてこの桜井誠という名前を聞いた人もいるかもしれません。今回ですね、もうすでにいろんなところでですね、候補者として名前が上がっている。でも桜井の名前だけはございませんでした。クソバカメディアが桜井の名前を消したんですね。ですから先ほどの記者会見でもそのことについて集まった記者に断固として抗議をいたしました。我々はメディアのために生きているわけではありません。我々自身が 我々自身のために生きているのが今の日本じゃないでしょうか。このメディアの体質が変わらない限り、まともな選挙は行われません。メディアの酷さを語るに、24時間テレビという日テレがやるですね、この番組ですね。私もですね、障害者第一級です。その障害者第一級をですね、平然と苔にし、募金詐欺を行った日テレが、今回またですね、また、 番組をやるという、24時間の番組をやるという、恥知らずにも程があります。これが今のメディアです。右を向いても左を向いても、どこを向いても恥なんてものはないんです。だからこそ、日本のメディアは世界70位。報道ランキングで70位。韓国以下です。